稲垣博行は、競輪選手。京都府舞鶴市出身。日本競輪学校第86期生。日本競輪選手会京都支部所属。ホームバンクは、京都無校長競輪場。師匠は八位差を。京都府立西舞鶴高等学校在学中から、競輪選手を目指し、高校3年生の時に、競輪学校を受験するも、不合格となる。卒業後は、 海上自衛官となったが、立山航空基地のヘリコプター整備員としての勤務の、傍ら、競輪選手になるためのトレーニングを積んだ結果、3回目の受験となった2000年に合格を果たし、第86期生として、競輪学校に入学。同期に、井上雅美、村上博幸らがいる中、在校競争成績14位で卒業した。2001年8月4日、 富山競輪場でデビュー。初勝利も同日。GI 初出場は2003年の友人新郎パイ。また同年のヤンググランプリにも出場した。さらにこの後、稲垣は競輪だけでなく、オリンピック出場の夢も抱くようになる。翌2004年のオールスター競輪において、初の GI 決勝進出を決め、マークについた一高事項を従えて、 最終にセンター付近まで主導権を握った。また同年のヤンググランプリにも出場したが、翌2005年にトラックレースのナショナルチーム入りを果たす。2005年から2006年シーズンのトラックワールドカップの第1戦、第4戦の 1km タイムトライアルに出場し、それぞれ7位、5位に入る検討を見せた。 また同年の世界自転車選手権の1トル、タイムトライアルにも出場した。また同年12月、ドーハで開催されたアジア競技大会の競輪では、銅メダルを獲得し、この時点では北京オリンピックへの出場を視野に入れていた。しかし2007年10月に宮城県の台和町で開催された全日本自転車競技選手権大会の競輪で3位に終わったことから、 ナショナルチーム入りを果たすことができず、この時点で北京オリンピックへの道も立たれた形となった。一方、競輪でも、この間、2005年の高知記念優勝や、2006年のサマーナイトフェスティバルを含む GII では3回の決勝進出を果たしていたが、北京オリンピック出場への道が事実上立たれた、全日本選手権終了から約2週間後に、 開催されたふるさとダービーにおいて、初日こそ6着だったものの2次予選、準決勝と1着で勝ち上がり、決勝でも最終バックからまくって逃げる小林大輔の番手回りという絶好の展開となった長塚智博らを尻け、初の GII 制覇を果たした。2015年は高松の宮記念杯競輪の決勝で2着となり、オールスター競輪での3着を含む、 G.I. 決勝進出3回と共同通信社会競輪決勝の3着を合わせた年間獲得賞金上位により競輪グランプリへの出場権を初めて獲得した。ジャカ平成27年表彰選手の特別関東選手賞を受賞した。2016年は8月のオールスター競輪の決勝で逃げた。 村上義弘の番手からまくったものの岩津雄介に刺され2着となった。続く10月の友人新能パイの決勝では、逃げるは木本祐太の番手より、最終バックから番手まくりを放ち平原幸太の毛津義よ十二12度目の挑戦で、初の特別経理に優勝を手にした。2021年3月17日、大宮ファイ最終日、第9レースで1着となり、 通算500勝達成。KPK 実施以降通算37人目で、デビューから19年7ヶ月13日での達成であった。規定により、当初は4月25日に、無校長競輪場にて、表彰式が取り行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染症蔓延による、緊急事態宣言発出により当日は無観客、開催に変更されたため延期となり、 改めて6月24日に表彰式が執り行われた。ありがとうございます。